告かな。千よりも前のね。はい。ではフォトセッションから入らせて。はい。ではよろしくお願いいたします。お願いします。もう記者会見から1ヶ月経った後にようやく作品と対面ということになりましたけれども、お二人今もう全体ご覧になった感じでしょうか。はい。見て山田さんいかがでしたか。今回はい。はい。今回ね、そのミュージシャーが与えた影響ということで、その60年、70年代のこうロックのね、ポスタージャケット、それから70年代日本の少女漫画とかね、あるいは明治時代の、まあ、日本のグラフィックデザインとか、そこにこうフィーチャーされてるんですけれども、ミュージシャー自身の発展の過程っていうのもこう十分追えるようになってるんですね。千葉さんはじゃあ初めてミュージシャーの作品を生で見たということですけれども、はい、まあ、これまでそのパンフレットというか、そういうもので見ていたのと比べて何か違いはありましたか？あ、結構でも思ったよりなんかこう繊細な印象は受けましたね。その色使いだったりとかもそうですし、線の感じとか、印刷だとね、あの飛んじゃってるようなところね、最初へなんかも目向きだと見れるから、ちょっとこう光って見えたりとか、そう、うん、そうそう、なんかこうね、銀使ってるとこやなんかね、印刷だとちょっとこの感じが分からなかったりするじゃないですか。ここ銀使って光ってますよね。こういうところをちゃんとちゃんと見てましたよ。うちの雄大はちゃんと見てました。あれ大きさもね、大きさの、うんうん、それ今日発見したこともあるもんな。あ、7つの星がほとんど六芒星なんだけど、ここに7つが1個だけあって、あ、本当ですね、あ、5つが2つあるんだよね。上に1個5つだとか、あともう1個とかにあったよな。ありましたね。うん、上の方。千葉さん、日本人の作品も奥の方にありますけれども、うん、はい、漫画家さんの作品だったりとか、はい、いろんなデザイナーの作品とかありますけど、そっちのエリアの方はどうでした、ご覧になって。やっぱなんていう髪の流れだったりとか、なんかその影響を受けた方のこうコメントみたいなのをこう壁に展示してあるんですけれども、うん、そこでこうより、あ、なるほど、そういうところにインスパイアを受けたのかとか、そういうのも分かりますし、でも結構なんていうか、ミシャのももちろん美しいですけど、うん、やっぱりこう日本の漫画さんだったりとか、うん、なんかこうより綺麗、はい、原画やっぱ綺麗ですよね。綺麗、うん、